感じです。あ、ネネチの新衣装は見ました。ネネチの新衣装は見させていただいて、いただきました。あの記念枠系とかは見てます。そう、いや、ネネちゃんのさ、試合衣装さ、あれやばい。あんね、おっぱい揺れすぎだって、マジでめっちゃめちゃ揺れるやん。え、もうずっと見てた。てかさ、あのさ、ほんと大きくなったよね。この話さ、ちょっとした気がするんだけど、え、ちょっとマジででかくなったよな。え、あれはさ、やばくない？え、ねねちゃんさ、狙ってる？え、あれさ、僕が思うにさ、ちょっとさ、女の、ちょっとみんなさ、あれ、男の子でしょ？男の子多いでしょ？まあ、ね、女子平民もいると思うんですけど、もう声が出ねえわ。可愛い声がね、女子平民もいると思うんですけど、あのさ、あさ、あれ、ノーブラじゃね？って思うんだけど、あれ、ノーブラじゃね？あれさ、ちょっとねねちゃんに直接、あの揺れ方はでもさ、ノーだよ、ノー。みんな、マジ？あれ、マジだと思う、マジで。ちょっとね、カナタさんはノー8割いってると思うよ。マジで？ちょっと、あれ、エッチだなーって思った。落ち着き、すいません。落ち着きます。いや、僕ね、あのね、あの、おっぱい大好きなんよ。おっぱい成人なの。とにかくおっぱいが大好きだから。前も言ったけど、おっぱいを顔に垂らして寝たいし、あの、おっぱいを掴みながら眠りに落ちたいし、おっぱい枕で寝たいし、おっぱい欲しい、おっぱい欲しいっていうのはね、人のね、自分はもうすでにあるんですけど、人のおっぱいを揉みたい。自分でさ、触るのと、あの、人の触っている感覚が違うでしょ？そうそう。なので、ね、おっぱいに埋もれて寝るのが夢ですね。はい。そう、おっぱいに埋もれたい。